イオングループイオンリテールイオンのお葬式イオンのお葬式はイオンライフ株式会社が展開している操作や支事業である。2009年9月イオン独自の葬儀サービス品質基準を定め、それに沿った葬儀プランと費用を打ち出し、下請けの葬儀業者にそれを実施させている。葬儀業者や僧侶に対しては研修やセミナーを行っている。仮想のみの仮想式。 おつやから仮葬まで一連の流れで葬儀を行う、家族葬、時間がない人向けの追地葬、家族葬をさらに大きな規模で行いたい、人向けの身内葬、項目が自由に選べるフリープランがある。2017年12月22日、新聞広告に追加料金不要と掲載しながら、実際には追加料金がかかるケースが全体の4割に上ったとして、 消費者庁から景品表示法違反で再発防止を求める措置命令を受けた。また、これに関連して消費者庁は2019年4月12日に同社に対し同法違反で課長金179万円の支払いを命じた。この問題を受け、イオングループ本社は2019年5月17日付で、小原明隆氏を代表取締役から更迭、公鉄 グループ本社から島田悟ルを新たに代表取締役として指名した。ありがとうございます。